はい、どうもおじさんです。お疲れ様です。戻ってきました、ラブズのおじさま方おじさまラブズのおじさま方と、交流してきました。デイブさん、2人ともデイブさん、なんか優しそうなおじさん、おはようのおじさんほんとなんかにじみ出てた人の良さが、なんかそのあるじゃないですか、人間ってそのにじみ出す良さ、そんななんか優しいお父さんみたいな、そういうイメージ2人とも、なんかこうなんか苦虫噛みつぶして今にも噛みついてきそうなおじさんとかもいるじゃないですか、たまに噛みついてくるまあでも少ないかな、そういうの少ないけどね、そういう人は少ない。またアメリカのいいことを経験しました。アメリカ悪いこと多いんで最近やっぱりおじさんはいい、本当そう思いますよ。やっぱおじさんはいいわ、いろいろ経験してるから、そんな感じということで今戻ってきまして、コーヒー入れようとします。ダラダラしてます。ここ着いたの金曜日ですよ。あ、金曜日じゃないか、土曜か、昨日の朝です。24時間前に着きました、大体時間的にね、もう25時間ぐらい経ってるかな。で、出てたと思うんですけど、最近は気合い入れ足したら1日700マイルオーバー走れるんで、今回は705マイルぐらいかな、走ってここまで来ました。スプリングフィールドを出発しまして、ゼインズビル、オハイオのゼインズビルっていうところまで来ました、1日で。で、お届け先はどこだっけな、メアリーランド、久々に行きます。で、こっからあと330マイルぐらいなんですよ。だから昨日考えたプランはここに来て、昨日の夜また出て近くのトラックストップまで行ってちょっとだけ走って、でそこで待機して、要は今日の夜出発するっていうオプションと、オプション1 オプション2は300マイルしかないから、もうここに昨日着いて、もうここでもうちょっとゆっくりしようと思って、で全然行ける距離なんで、でお届け先のそばにトラックストップないんですよ。なんか一番近いところでも多分走行したら1時間とかなんすよ。なんかトラックストップがない砂漠地帯なんで、どうしようかなと思って考えてて、で寝ずに、一晩寝ずに走ってきて朝着いたんですけど、なんか寝れなくて夜まで、このまま出ても疲れるし、次のトラックストップに行ってね、こんないい止めるスポットあるとも限んないし、まあダラダラするかとということで34リセットしてます、いきなり。多分リセット完了すると思う、だって着いたの朝の9時だから夜の7時に完了するんですよそしたら出発できる、フレッシュに。で出発して、お届け明日の朝もう6時7時か7時です。だからおじさんの今の考えだ、夜の9時10時ぐらいにここをスタートして、リーファーユニットに燃料入れて、で距離的には多分ね、6時間7時間見れば、まあ7時間ぐらい見れば余裕なんですよ。だって6636でしょ、6636ってことは夜の12時に出て朝の6時に着いちゃうみたいな感じだから、その10時に出る目的は燃料入れるっていうのと、あと途中でなんか、まあ多分疲れてないから仮眠にはなんないと思うけど、もしかしたらちょっと止まって休憩みたいな。あとそうそう、今回行くところは高速降りてすぐじゃなくて、高速降りて下道ちょっと走るんですよ。だからそこで時間消費する。 あともう一つは、高速って言ってもなんかね、ウエストバージニアまたあの辺り、これ多分これあると思うのとこ走っていかなきゃなんないんで、ちょっと時間かかるかもしれないから、余裕を持っていこうと。これがおじさんの今の現状です、トリッププランニング。まあちょっとコーヒー入れて、ちょっと地図一緒に見てみましょう。皆さん、その行く場所、昨日ちょっと見たんですけど、
もう一回再確認、高速降りてからどのぐらいか、それで今日の夜どう出発するか決めようとしてます。はい、ということでまずさっき撮ったビデオをダウンロードしますダウンロードというかその SD から移します。 SSD に。何でもすぐできるようにここにこういう風にメモリリーダーで、ここのここにもメモリリーダーあるんですよ。でこっちは遅い、大量のデータがあるときはね、このソニーのこのソニーリーダー使うとすごい早いんですよ。1秒あたり200メガバイトオーバー、こっちだと80メガだけど80でいいです。今日は急いでないんで。実はちょっとねキーボードのトランシーバーの位置変えて、それからね認識しなくなったんですよなんかハブの調子が悪い、だから多分その関係、ここなんですよ、ここに来てるんですけど、何なんですかねよくわかんないよくわかんない動き始めた。ただそこにした理由は、こっちの後ろに刺してるともうやば死ぬまたこれ余計なきゃトランシーバー取り出せなくなるんで、万が一なんかあった時に手の届くところに持ってきてます。ビデオ2個、はいどうもそりました、すっきり。昨日シャワー入ったんでもうすっきりしてるんですけど、今日も出発前にまた入ります。夕方サーモンディナー食べてから、食べるか食べる前か入ってすっきりしてから出ようかなと思ってます。何しようとしたんだっけな、覚えてない。よいしょ、そうそう、思い出した、これをやろうとしたの。バッテリー交換、これ2だから次3、チャージ。なんか今回ゼインズビルっていうとこ来たんですけど、多分ね昔来たことあると思う。ここのトラックストップじゃないけど、なんかタンカーやってる時に多分ゼインズビルになんかねあったと思う。ペットフードの工場かなんかそれ系で来た記憶ある。そんな名前記憶ありますまあ全然違うかもしれないですけどね、似たような名前の町たくさんあるんで。オハイオだと思ったけど違う州のゼインズビルっていうこともあるんでね、適当なこと言ってます。よろしくどうぞお願いしますよろしくそうお願いしますみたいな。よし、また外の様子をチェックしてる。今回隣のタンカー、赤色のタンカーの運転手さん全然降りてきてる気配ないんだけど、僕見たく生きてるかな大丈夫かな、ちょっと気にしてます。アクティビティがないです。うん、隣のトラクターサスペンドされてます、赤色。まあ、もしかしたら止めてね、家に帰ってるって可能性もあるんで、運転さん。この辺りの、そういうことにしておきましょう。よし、まず運動しますか、少し。車内でストレッチ。さっき、外でガソリンを入れるって運動したんですけど、
ぶら下がり健康器やりましょう。こう見えても僕子供の頃木登りとかすごい得意で、あの登り棒とか、あとロープとか、まあ、木にも登ったし、こういうやつあったじゃないですか、子供の頃こうやってなんていうの、こう進んでいくやつ、手でだけど、多分今だったら腕がもげる全然今ぶら下がり健康器2秒ぐらいやっただけでなんかすごいうーってきましたよね。なんだろう、年のせいですかこれは、筋力減退。うん、嫌ですね本当。今から筋肉の増強は望めないのかな。なんかまたプロテインとか飲んで、そういうヤバいおじさん族、ヤバいおじさん族筋肉もりもりおじさんいますよね、たまに。それすごいおじさん、あすごいなと思いますよね。なんか結構僕自然の摂理に従うのがやっぱり長生きの秘訣かなと思ってんねっていうか、こないだ死ぬかと思って自然の摂理わかんないですよね、なんかそれ全然話変わるんですけど、昨日ニュース見てたら、ニュースっていうかなんか、まあニュース系、なんかヨセミテナショナルパークっていうのがあって、岩登りで有名なとこなんですけど、まあそれ以外にもハイキングしたりとか、まあそういうの自然を見て楽しんだりできるようなところなんですけど、なんかそこのホテルを管理してるなんか業者が、外部業者なんですよ、民間業者さんが契約して、その NPS ナショナルパークサービスに代わってホテルを運営したり、レストランを運営したり、なんかいろいろやってるらしいんだけど、ヨセミテナショナルパークの中で運営してる会社さんがなんかあんまり良くないみたいで、なんかホテルのなんかバルコニーのレールが、木が腐って折れたとか折れて怪我人出たとか、そのナショナルパークサービスで働く人のためのその簡易の建物とかあるんですけど、なんかミリタリースタイルのテントみたいなそこに住んでるらしいんですけど、まあそれ自体は悪くないんだけど、もう老朽化しててネズミが住み着いて、何でしたっけ、ノロバイラス、ハンタバイラスなんかが流行しちゃって、従業員の間でとか大変なことになってるらしいんですよ。大変ですね。僕もヨセミテナショナルパークは結構前に行きましたけどね、多分15年ぐらい前だと思う、最後に行ったの。通過しただけですけどね、ちょっと見ただけなんですけど、滞在はしてない。その時ももう混んでて、その予約取れない、そんな感じでしたね、前日じゃ前日前日じゃ予約取れない、それかもしくはすごい高い部屋ね、1泊2000ドルのエグゼクティブスイートスイーツみたいなとこだったら空いてるみたいな1泊2000ドル、なんかここにはなんかイングランドのクイーンも泊まりましたみたいな部屋ね、それ系ね、そういうなら空いてるんですけど、なんか1泊100ドルぐらいの普通人が泊まる部屋はもう空いてないみたいです、半年先まで空いてませんみたいな感じで、寄せ見てには泊まれなかったんですけど、でもグランドキャニオンとかザイオン系は、まあザイオンは結構混んでたんですけどね、でも今なんかも多分僕が行った頃のもう5倍ぐらい人来てると思う、もっととか、何なんだろうと思いますよね。なんかもうあんま興味ないですよね、まあ一回行ったからっていうのはあるんですけど、そうで、ザイオンナショナルパークになんかエンジェルスランディングって言って、ハイキングトレイルで結構な距離あるんですけど、登ってって最後のこういうチェーンとかに捕まっていかないと登れない狭いトレイルとかあって、上まで行くと上からふわーって見渡せるんですよ、下に道があって、なんか連結バス走ってるの見えて、おーおーみたいな。でよく足滑らして落ちて怪我する人とか毎年いるんですけど、そういう結構有名なトレイルがあって、そこ僕登ったことあるんですけど、最近はパーミット制になったらしいんですよ。要はあまりにも人が来て、もう狭いから人がすれ違えないようなとこあるんですよ、上の方とか行くと。
だからそこでこう渋滞しちゃうみたいな。してハイキングする人も 老若何女また言葉がよく出てこないですけど、分かってないですけど、要はそのお子さんからお年寄りの方々まで、だから体力に差がある。だから若者はさささっていけるけど、うん、なかなか体動かない人で無理しちゃって来てる人はなんかもうスローみたいな、最近の僕みたいな状況で、そうなるとそこで渋滞して進めないみたいなね。でなんか無理して迂回しようとして足滑らして落ちるみたいな若者とかが結構あったせいで、その要は今はその予約してからじゃないと入れないっていう、なんかラペリングシステムになっちゃってますよね、もうね。あの普通トレイルなんだけど、うん、その前からそのラペリングってそのスロットキャニオンに入ってってロープでこうやって降りて行く、そういうスポーツもあったんですけど、それもやったんですけど、それはさすがにパーミット制だったんですよ。やっぱり危ないから、そのそういうスロットキャニオンに何どん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 予約ちゃんと何日は A グループ B グループ、まあ個人の人もいるけどね、個人でやる人はあんまいないんですけど、僕は個人でやってました、一人で危ないから2人でやった方がいいとかっていうアドバイスありますけど、あ大丈夫ですみたいな、僕は大丈夫です一人でみたいな、一人でやったんですけどそこはねパーミット制でしたね当時からね。でパーミット取るときにね、ちゃんとビデオとか見て見せられて、そのフラッシュフラットの危険性ね、うん、要はそのそこでは雨降ってなくても上の方でゴロゴロっと雨降って水がジャーって降るとこういう風に水が集まってくるんですよ、下の方にクワーって、それですっごい勢いで水がブワーって流れてきて流されちゃったりとか結構あるんですよ事故ね。だから無理しないでくださいっていう、だから僕いつも話してんだけど、そういうアウトドアスポーツすると大抵の人ってその休みとの兼ね合いのプレッシャーね、山登りもそうじゃないですか、なんか月曜まで会社に帰らなきゃなんないから無理して降りるとか、それと同じあれですよ、そのラペリングも月曜まで会社に帰らなきゃなんないから今日はちょっと天気が悪そうだけどやろうみたいな、それで雨降ってきちゃってもうニッチもサッチも行かなくなるみたいなねってなっちゃうんすよ。だから僕なんかはその時も2ヶ月2ヶ月休んで旅行してたんですけど、そういう感じ、もうダメそうな時は無理はしないっていうね、そういう危険なことする時はで本当に大丈夫な時だけやるっていう、それが大事ですよ。うん、それがおじさんからのアドバイス、諦めましょうみたいな、2ヶ月休みを取って挑む、天気が悪い時は保留ね、かなと。と思います。で、そうそう、エンジェルスランディングね、そうそう。もうそうなっちゃったらしくて、なんか、そういうニュースとか見てると、ナショナル、アメリカの場合、その国立公園系、すごいやっぱ人気があって、人が続々押し寄せてるらしいんですけど、毎年ね。僕、人混んでる、人がたくさんいるとか、あんま好きじゃないんで、シーズン外れ、シーズン外に行くとか、この間のグランドキャニオンみたくね、もう秋、人があんまり来ない時期に行くとか、がいいっすよね、多分、そう思う。じゃないともう大変、何するにも列、列、列みたいなね。僕は、可能であればしたくないですね、そういうことはね。ただ、アメリカの場合は、そこそこやっぱ年中人来てるんで、なんかね、この年末の休みだけに混むとかじゃなくて、やっぱり結構夏とかは休み取って旅行してる人いるんで、春夏は混んでますよね多分。あともちろん海外からも来てるだろうしね、アメリカのアメリカ民以外もまあ僕はトラックストップを眺めてるので幸せですよマジでなんかこう平和、まあもちろん平和じゃないトラックストップもあるけど、多分ヨセミテナショナルパークでうわーってなってるところにいるより、こう全員ズビールでふう
やっぱオハイオはいいわみたいな。そういう感じね。そういうのを味わってます。それがおじさんにとって今観光楽しいで、楽しいです。意外とまあもちろんいいんですけどね、それ混んでいるところに行ってわーってやるのが楽しいって人もいるんで、それはそれでいいんですけど、人それぞれね、十人十色なんで思考はいろいろ違うんでね。島倉千代ピーが言ってたような十人十色千代ピーなんかほんといいっすよ。で話は飛びますけど、ここのゼインズビルのこのラブズにはちょうど距離的にちょうどよかったから来たんですよ。あそこんコロンバスどこだっけな、まあまあ後で見てみましょう。そのオハイオのそこそこの町通過して出たところね。なんか山ん中みたいな感じ、雰囲気的には適当なこと言ってます。山なんかないのかもしれない適当なことなんかその木とかが結構見えたから山の中かなみたいな雰囲気まあ毎回新しいとこなんでワクワクします今んとこね。で調べたんですよ今回の荷物のお届け先、したらなんかね、早く行きすぎると路駐ができないぐらい狭いエリアらしいんですよ。だから注意書きにも書いてたのが、行く前になんか手前のなんか US ラウト何番に泊まって、そこからまず電話してチェックインできるか聞くようおすすめしますみたいなこと書いてたんですよ。要は行って入れないから戻ってきてくださいって言われても、その後出なきゃなんない、そのぐらい狭いらしいんですよ。中で待ってるスペースなし、説明書きによると。で出てもなんか何ていうの、田舎の住宅街で道も狭くて止めとけないみたいな、そんな、あるいは止められても危ないみたいなエリアらしいんですよ。でプラスなんかね、ドック20から25はブラインドサイズじゃないと入れられませんみたいなスペースない、だから奥になんないこと願ってんすけど、やだなみたいな、ブラインドサイドバックアップこれでしたことないから一度も怖いみたいな怖い、多分20回ぐらい降りなきゃ入れられないような気がする。セットアップ間違ったらもう全然ニッチもサッチもいかなくなるみたいなね、角度悪い入んねーみたいな、入りそうだけど前にスペース余ってないどうしよう、みたいな、余ってない、角度悪い、前にスペースない、もう一回全部出て戻ってこないと長いから修正できないんですよ、小さい乗用車と違って。でそれでも出て戻れる余裕があればいいけど、横にもトラックいて出れないとかね怖え、そうなんないこと願ってるんですけど、だからどうしようかなと思ってね。まあだけどもう一気に行っちゃおうかなと思ってんですよ、説明書きは無視してね。もう6時半ぐらいに行ってもう7時のアポですみたいな、どうしようかな、だからその電話をかけた方がやっぱいいのか、説明に従って、それからもうそうじゃなくてもいいのか、だけどなんかちょっとコンフリクトなんか、なんていうの、電話かけて聞いてくださいっていう文章の下になんか電話はかけないでくださいっていう文章もあって、なんだろうみたいな、ちょっとよくわかんないんですよ。そういう矛盾した情報が錯綜してるんで、なんだろうと思ってるんですよね。ちょっともう一回読んでみようか。説明書きによると、やたら長い説明書いてるんですよ。あと近くにはね、小さな橋があって、そこ行っちゃやばいよっていう、それもね昨日地図で見ました。なんかすごい狭い道ね、でなんか16トン制限みたいな橋、チャペルロードがやばいらしいです。でストーンチャペルロードは OK ストーンがついてるとついてないでやばいっていう。で Google マップスで見たら、やっぱりチャペルロードの方にはその書いてたトラック、ここ入ってっちゃダメよみたいな重いトラックで、ノーパーキング、ノークローズネットワークフューエル、オアトラックストップ、クローゼストウォッシュイズジェサップ MD シーツ、トラックストップオープン24アワー、フューパーキングスポッツ
ニューパーキングスポーツイコールトラックストップ止められるとは思わないでくださいってことね。ドントパークオンストリート、うん、それはそうだで書いてるのがパークオンラウト31 and call receiving office to see if good to check in って書いてるんですよ。フォンナンバーとチェックインちょんちょんちょんね。ロングウェイトトゥアンロードベリータイトオンラストフューアーズ20から25オンリーウェイイズブラインドサイドオンリーウェイイズブラインドサイドって書いてあります。オンリーウェイイズラブみたいな、よくわかんないですけど、ニードはスポッター無責任なことがないと、スポッターになんか頼んだら余計危ないと僕は思うんですけどね。で、いろいろ書いてるんですけど、最後に Don't call to check in って書いてるんですよ。 Pull up to guard shack どういうことですか？そこが矛盾してる？あ、だからチェックインするときは書けなくていいけど、チェックインする前に大丈夫そうかどうか聞いてくださいって、そういうことかな、うんうん、なるほど。だからもう行くときは行ってぐわっともうガードシャックに横付けしてくださいっていうことね。そういうことか。 OK 分かった。暗号を解読してます。うーん、荷物大丈夫かな。あ、そうそう、今回ね、ちょっと待ちください、鼻かみます。そう、それで今回実はすごい久しぶりにトモさん、プライムのベテランプライムの運転手のベテランのトモさんとすごい久しぶりに話して、なんか100年ぶりぐらいにマジ最後に話したのが、っていうかずっと話してなかったんですよ、ずっと何年も。でただ元気なのは知ってたんですよ。っていうのは僕、トモさんが僕のドライバーコードを言ってくれて、僕ボーナスもらってたんですよ、トモさんが。なんかプライムってそういう仕組みあって、なんか人紹介、人ってか運転手さん紹介して、なんか入社するときに僕のドライバーコードを入れて、あ、この人の紹介で入りましたみたいな、そういう運転手さんが入ってやって仕事してくれてると、その成果に応じてボーナスが僕に入ってくるんですよ。ポイントはまず最初は運転免許に受かりましたって言ったら、その僕にもボーナスが入ってきて、長続きしてくれてると、なんかちょこちょこっとボーナス入ってきて、あとはその、まあ、ほんのちょびっとですけどね、その走って稼いでくれてるじゃないですか。そうするとそのうちのなんか、まあ、ほんと何セントとか何ドルとかそういう世界ですけど、数ドルとかおまけで入ってくるんですよ、ずっといてくれる限り。でそれが僕の売上に入ってくるんですよ。だからそれ僕の売上明細に出てて、あ、こうそのトモさん走って今週2ドル2ドル僕に2ドルボーナスが入ってきて、ああ、トモさんのおかげで2ドルも儲かった、イエーイみたいな。で、それがあるから、元気なのは知ってたんですよ。あ、だから元気なんだろうなって、そのぐらい思ってたんですよ。元気なんだろうみたいな。で、しばらくボーナスが入ってこないときは、多分休暇取ってんだなって、スパイしてます。スパイ。多分休暇、もしくは辞めちゃったかなみたいな、そんな感じ。で、またちょっとしばらくしたらまた出てきて、あ、いたいた、まだやめてなかった、うん、他のとこ行っちゃったかな、みたいな。っていうのは思ってたんですよ。で、思ってたんですけど、たまたま話す機会があって、なんか僕が、その、始めたじゃないですか、新しく。で、それで、どうですかみたいな。で、話す機会があったんですよ、一回ね。で、その時にちょっといろいろ教えてくれて、なんか、プロデューサーやばいっすよって。噂聞いたんですよ。で今回プロデュースなんですよ僕。でその何がやばいかというと、梱包状態があまり良くない。要はその冷凍食品とかでパレットに乗ってぐるぐる巻きにされてるやつはもう硬いからガキッてこうなってるから、ほぼ煮崩れは起きない。だけどプロデュースで、例えばその箱なしでドバドバって積むものもあるらしいんですよ。もうその箱車の中に何の梱包もなくダバダバダバって入れて箱車を斜めにして出すみたいな、なんだっけ、芋とかって言ってましたかね、ちょっと覚えてないんだけど、ポテチ会社に運ぶ芋みたいなは
別にもう煮崩れも減ったくれはないからいいんだけど、なんか多分レタスとかそのブロッコリーとか果物とかはなんかこう、まあもちろんケースに入ってるけど、なんか呼吸通気が必要らしいじゃないですか、生物だから生きてるから。だからなんかそのラッピングが弱くて空気が入る隙間とかがあるからなんか弱いらしいんですよ。ぐるぐる巻きされてない通気するように、だからだと思うんですけど、煮崩れすることがあるらしくて、なんかそのトモさんから聞いたアドバイスだと、なんかそのロードロック僕はもう4本なんかね自腹になったって言ってました。なんかなんちょっとはっきり覚えてないんだけど、なんか誰のせいかわかんないけど、多分ねトモさんのせいじゃないんですよ。なんかなんて言ったかな、まあ、ともかくその配達した時に崩れてて、なんか自腹になってなんか何千ドルも払ったことがあるらしいから気をつけた方がいいですよっていうアドバイスを受けて、だからそれから僕はなんかロードロック縦横に4本つけてますみたいなっていうの聞いたんですよ。だからプロデュースってやばいんだなと思ったんですよ。箱車はねタンクの時と違ってそういう煮崩れの心配があるんで、タンクの時はねもう液体がただタポタポ入ってるだけだから、まあタンクの場合はその煮崩れはないけど、その凍っちゃうというかそのソリディファイしちゃうから荷下ろしがめんどくさくなるっていうね。ただまあ別に溶かして元に戻るんで、まあちょっと違ったその取り扱いが必要なんですけど、取り扱い注意ね。でまあ話戻りますけど、そのプロデュースはその危ないと聞いてたんですよ。で今回プロデュースなんですよ僕。しかもその伝票によるとカリフォルニアでピックアップしてスプリングフィールドまでティームドライバーさんが運んできたのを、そこから僕がリレー式ね受けて MD へ運ぶっていうやつなんですよ。だからその話聞いてたからやばいって話、ディスパッチャーさんに聞いたんですよ。ナイトディスパッチさんだったからあんまり意味はないと思うんですけど、要はもしもに届けた時点で煮崩れしてたら、誰どこではどの時点で煮崩れしたか責任がはっきりしないと思うんですけど、これ誰の責任なんですかみたいなね。あだから今開けられないじゃないですかみたいな、もう封印されてるから開けて、今開けて崩れてたらその前の人、その前の運転手さんが運んできた時点でも煮崩れしてるからみたいなってできるけど、開けられない状態で僕持っていかなきゃなんないから、で持ってて開けて崩れてたらその人たちが崩したのか僕が崩したのかって分かんないじゃないですかみたいな。だから誰の責任なんすかって聞いたんですよ。したらなんか曖昧曖昧というか言われたのは、とにかく封印は切って開けないでくださいって、その僕の分かってることを一つ言われて、それは分かってますと。で言われたのは、万が一煮崩れしてたらその時点で教えてくださいなじゃあ誰のせいか分かんないじゃんみたいな、結局僕の知りたいことは教えてくれないみたいなね。でそれで請求されたらどうなのかなと思ったんですよね。まあもしかしたらケースバイケースやってるってことなのかもしれないですけどね。ただ万が一そのはい煮崩れしてたから何千ドルの請求ですって言って 半分あなたも払ってくださいって言われたら、なんかな合点いかないですよね。いや僕はそんな危ない急加速急減速してないからね、えその運転操作上崩れてることはないから、崩れてるとすれば積んだ時点で崩れてる、あるいはその前の運転手さんの運転してる間で崩れてる、積み方が悪かったから崩れてる、その発送主さんの問題もあるんで、もしくはインディアナの道が悪い、インディアナ州のせいとかねそういうことあるじゃないですか。だからどうなんだろうなと思ってね。でまあだからそういうその経験、まあしょうがないから、分かんないからもうしょうがないと思ってやってます。諦めの境地で、万が一自分が合点のいかないような責任を取らされたらもう やりませんみたいなそういうことで僕何千ドル払わされたんでみたいな、もうプロデューサーやりませんみたいなね、ふうになるかもしれないし、わかんないです。まあただプライムはね結構そこら辺は多分どうなんだろう、だけどトモさん払わされたって言ってたからなちょっとよくわかんないんだけどそうで今回ねあの伝票見ると なんだっけな、レタスとかなんか野菜系がいろいろ入ってるんですよ。ちょっと見てみましょうか品目。
面白いですよね本当ね、アメリカのトラッキングってね。僕ずっとやってるから思ってるんですけど、運転手が見れないって話、運んでる家庭の荷物の状態を。開けてびっくり玉手箱何を運んでるか見てます。ほう、ベジブレンズ、パワースロー、コールスローかな、あとね、ロメインレタス、ロメインチョップドゥ、チョップドゥロメイン、ロメインハーツ、やべレタスね、アイスバーグ、アイスバーグレタス、ブロッコリー、グリーンオニオン、グリーンレタス、サラダブレンド、いろいろ入ってます。ガーリック、スイートベイビーブロッコリー、うん、レタス系多いですね。カリフラワー、シラントロ、シラントロ、おじさんの好きなシラントロが入ってます。フロレンディーノって、これなんだろう、よくわかんない、なんかで野菜でしょう。あ、でもちゃんとここにローダーの方の名前書いてる、責任を明確にするためにね。フィールドジャンボオニオン1,600ポンド。おじさんまだこの仕事よく分かってないんで、みたいな、そういう狩りの農場から来てんでしょう多分。だからちょっとね、どうなるのかなっていう2つ、心配事項は2つ、その ローディングドックが狭い可能性があるっていう心配、もう1つは開けてびっくりたまってば崩れてますよこれはみたいななったらどうしようみたいな。どうでしょうか。それが今回のおじさんの課題、それをどう切り抜けるかが、まあ切り抜けるっていうか別に何も起きてなかったらそれで終わりなんですけど、もしそういう事件が発生したらどうなるのかっていうのが僕にはアンノーンな世界です。だから何もないこと願ってるんですけど、まああったらしゃあないですよね。おじさんのいつもの人生に対する考え方、諦める諦める。もうどうしようもないことは諦めるしかないって、ね、まあたださっきも話しましたけど、プライムはそこら辺結構臨機応変にやってくれる会社なんで、だって僕より長くやってるぐらいだからね。だってプライムって僕より年上なんすよ。プライム社71年ですよ確か創業、違ったかな、僕が生まれる前からやってるっていう、ロブさんがまだピチピチしてた頃に始めたって、なんか大学生の時始めたって言ってたかな、ロブおじさんかっこいい車乗ってんすよ、なんかね、ブラックアウトしたレンジローバー乗ってんすよ、なんかなんていうの、艶消しのボディに、なんか黒いガラスに艶消しのボディ色に黒いガラスの、多分日本でその車乗ってロブさんみたいなサングラスかけてうーって走って、なんか怖いおじさんに間違えられると思いますよ多分見た目。でもいいおじさんなんですけど、いいおじさんね。でも当然経営者だから黒いことは知ってるでしょ黒いこと当然表面には出てこないけど、当然それはそういうものですから、経営してるとある程度それを気にしてもしゃあない、いるんすよねそういう綺麗事好きな人たちって、どうしようもないからやめようよみたいな、綺麗事言うのは。
なんか僕ニューヨークの文句言うんですけど、また文句言わせてもらうんですけど、なんかそれもニュースで30秒のニュースなんだけど、見てたらなんかすっごい優しそうなお兄さんとお姉さんがなんかこうアメリカのリスみたいな、でっかいリスみたいにいるんですけど、チップマンクの方じゃなくて多分スクワラオの方だと思うんですけど、なんか尻尾がもわっとしたリスで、巨大リスみたいなのがいるんですけどね、なんかお母さんが車にひかれたのを目撃したから赤ちゃんを育ててあげたらしいんですよ。でまあもう赤ちゃんをうちから育てたからペットになっちゃったんですけどね、ペットになっちゃって、でなんかもともとコネティ出身だけど、なんかニューヨークかなんかの山の中に土地買って、多分小さなで、なんかそういうなんていうの、小動物のサンクチュアリーみたいなやってたらしいんですよ。でなんか家で飼ってたらしいんですよ、ペットとしてね。あとなんかアライグマみたいな、クマ系小さなクマ、デックって言って、なんて言ったっけな、デックってあのニューヨークのね、ディパートメントオブエンバイラメントコンサベーションみたいな、なんかそれ系なんですけど、になんかアノニマスで通報して、多分あそこの家の人はワイルドアニマルを家で飼ってます、どうにかしてくださいみたいな、そういう、いるじゃないですか、日本にもいません？そういうなんか自分には何の被害もないのに、なんかこれは違法ですから良くないですみたいな、うるさいおばさんみたいなうるさい、まあおじさんかもしれないけど、おばさんに対する差別だって思われたら困るんですけど、そういうおじさんもいるかもしれないけどね、良くないみたいな。でなんか通報されちゃって、なんかそこの、そう、要は環境団体の人が、あ、なんかそういう法律あるらしいんですよ、ワイルドアニマルは家で飼っちゃダメだみたいな、多分ね。だからなんか連れてかれたらしいんですよ。で連れてかれる時にそのリスフッとかってやろうとしたら噛みついちゃったらしくて、係員にね。でそのせいでなんかもう安楽死させられて、でなんかレイビーって言って、その狂犬病の病原菌を持ってないかチェックしましたとかってやって、なかしましたとかってやって、 それがニュースになってて、そのオーナーさんがなんかメモリアルフフフって泣きながらね、あの世へ行っちゃいましたっていうの、そういうニュースになってたんですよ。それ見て思ったことがあるんです、ね、言わせてください。一つはニューヨークにはそういう影で匿名でどうでもいいことを通報する人たちたくさんいますまあニューヨークに限らないけどね。で法律ですからみたいな、そういう人たちいるんですよ。しかもそれ、例えばニューヨークシティのブロンクスのアパートの中で買ってて匂いがするとかね、それが出てきて他の人に噛みつくとか、それなら分かるんですよ、もちろん。だけど田、その住所見てエルマイラでしたよ、すごい田舎、エルマイラってなんか P8 の州境みたいなとこだったんですけど、確かね、ちょっと間違ってるかもしれないけど、で山ん中なんですよ。だから多分そこの近所の人も見える、まあうん、でもまあ見えてたのかな。まあエルマイラって言ってももちろんそのご近所さんが見えるようなエリアもあるからね、本当に山奥じゃないかもしれないですよね、もしかしたらね。まあちょっとどうしてバレたのか分かんないけど、ただそれにしても言いたいポイントはね、匿名で通報するぐらいだから、その自分が通報したっては思われたくないってことでしょ。だからそれ自体がまず気持ち悪いですよね、そういうことするのがね。何なんだろうっていう、よっぽどリス嫌い昔リスに襲われたとか多分子供の頃噛みつかれたみたいな、クッみたいな、だからあいつあそこにいるリスをいじめてやれって、そういう人間古来のそういうことなのかもしれないですけどね、人間古来のそういう精神的な状況復讐してやるみたいな、関係ない人に対してね、って言いたかった、思ったポイントは、ね、ニューヨークに引っ越したのが間違いっていうね、そういう人たくさんいるんだからみたいな、しかも州政府はそういうとこだからみたいなね、本当思いますよね。なんか法律って作りすぎると自分で判断できない人増えてきちゃうんですよ。法律があるのはいいけど、やっぱりその状況を見て、その当てはめて
行けばいいのに、何でも法律の一辺法律ですからそうなってますからの一辺倒で、はい回収します、違法ですから回収しますとかってなっちゃうんですよね、法律が多いと。それが法律がたくさんできる悪いところ、人間考えられなくなるっていうね、自分で物事を仮自分で考えられなくなります。だから何でも弁護士出てきて弁護士とジャッジに判断してもらわなきゃならないっていう、どうでもいいこと裁判するんすよ、考えればわかるでしょみたいな、そんなことやっても弁護士が儲かるだけですよみたいな、そんなこと訴えたりするんですよね。で弁護士に言われたら仕方なく従うみたいな、っていうかみたいな、そんなことをいちいち公的にしないでももっと知恵使っていこうよみたいなねと僕は思うんですけどね。まあもちろんそういう人もいますよたくさん、だけどそうじゃない人もいるってことね。だからその NYDEC の実定型ごとね、まあそれはまあそのまあ僕も一方的な情報だからもしかしたら噛みついてたのかもしれないからね、もちろん間違ってるかもしれないけど、僕もその見た一方的な情報で思うのはまああるよねみたいな、ニューヨークそういうの多分みたいなね思ったって話ねやりようあるでしょね、その病原菌が心配で、状況的にはその赤ちゃんの時に親が亡くなったからかわいそうだから育ててあげたってて、ただワイルドアニマルを家で飼っちゃダメっていう法律があるのはわかるけど、でもそういう事情がありますよみたいな、今更外に出してもどうもできないですよ自分じゃみたいな。でただ病気が心配とかそういうことであれば、じゃあ病気のチェックしてくださいみたいなね、で変な病気持ってないのがわかればそれでまあ本当は違法だけど、まあ特例でいいんじゃないですかみたいな、それでいいじゃないですかね、うん、それかその人に迷惑かかったら困るから家の中だけで飼ってくださいとか、やりようあるのにと僕は思うんすよ。ちょっとよくわかんないけどね、もしかしたらそのビデオの中で泣いてたすごい被害者っぽく見えたけど、その人たちが実は悪いかもしれないけどね、もちろんわかんないですけどすいません、わかんないけど、真実はわかんないけど、僕が見た範囲ではそう思ったって、それを話してますんで、よろしくどうぞお願いします。そこら辺の物事 に必ず物事には両側面あるんでね、夫婦喧嘩聞いても信用できないっていう、なか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 何か真相はわかんない、夫婦喧嘩は犬も食わないみたいな、それ系いや、それが最近のおじさん出来事ですかね。そのぐらいしかおじさんには情報はないです。最近入ってきた情報、そういう。そう、まあ話はいろいろ飛んでますけど、寄せ見てね、そういうナショナルパークサービス系はもう大変だっていう。だけどそう観光地で思い出したけど、その日本も大変みたいですね。全然知らなかったけど。なんか変な人が来てて迷惑かけてる人がいるとか、まあそれ抜きにしても、まあ、悪気はないんだろうけど、なんかあの京都のその祇園のあたりで人が集まりすぎちゃって、なんか舞妓さんでしょ、追い回されて迷惑してたから立ち入り禁止になったとか、そういうの見て、あーみたいな、そうなんだと思って、難しいっすよね、ほんとね、そこら辺ね、やっぱ観光産業だから入る前にテストとかできないしねテスト、ビザ制にして、このビザ取るためには日本の慣習を勉強してからじゃないとビザ発行しませんとかってやったら、まあ人来なくなるしね、そこまでできないだろうし、だけどその人の海外の人のコモンセンスに頼って入ってきてもらうしかないから、もうね、もう多分ほんとごく一部だと思うんですけど、変な人ってね、だけどごく一部の人が変なことすると、なんかそうじゃない人も、日本人以外の人種とか見ると全員悪く感じちゃうような日本の人も出てくるでしょう、悪い目で見ちゃうみたいな、また変な人来たよみたいな、だからまともな観光してる人にも迷惑いくし、困ったもんすよねそういうのを思ったって話。そんなに観光増えてるんですね、日本ね、びっくりした、驚きました。まあ今円安だからってのあると思うんですけど、困ったもんだって。だから
大変ですよね。であとショックだったのはなんか前も僕話したけど、そのソーシャルメディアの悪いとこね、結局昔僕話したことあるんですけど、ニューヨークでもね、僕はテューブ始めた頃に話したんだけど、ソーシャルメディアで公開するのやめようよみたいな、なっていうか僕もやってますけどこのトラックストップいいっすみたいな、やってるかけど、結局そのソーシャルメディアとかで、わあこんなマウント富士がこんな綺麗なとこ発見しちゃいました、イエーイみたいな、それでしょ。でそれでそれを見た 人が、あ僕も行ってみようみたいな、でそれで大変なことになるって、そういうことでしょ、そういうの繰り返しで、なんか幕つけた笑いました、柵なんか壁立てたみたいな、なんかコンビニの、あるコンビニからどこの町か忘れたけどね、まあもちろん富士山のあるエリアなんでしょうけど、あの関東のコンビニのとこからこう富士山がこう見えるみたいな、だから近所の人が迷惑してますみたいな、っていうか入場料取ればいいんじゃないですか、どうですかそういうの、壁立てる前に席所作って、その町のバス停と駅に席所作って入場料取るみたいなで入場料をそのご近所の人に配るみたいなね、まあ、政府もまあ多少取るでしょうけど無理かね。そしたら多少ゴミゴミ人が来てキャーって騒いで、でもしょうがないかみたいな、まあ一月10万ずつもらえるか許してやるかみたいな、どうそういうので、払いたくないなら来なくていいっすよみたいなで、あそんなお金かかんない、じゃあ行かないみたいな、あじゃあいいです、うん、払わない人は来なくていいっすよみたいな、無理かな、そういうおじさんのアイディア、入場料取る、だからやっぱりそのお金払うとなるとやっぱり心するじゃないですか、やっぱお金かかるとこなんだみたいな、だから祇園のその通りも全面禁止にするんじゃなくて、なんか入場料1人5000円とか、ご家族なら1万円で4人まで OK みたいな、で切符売り場でなんか静かに横に立って見るだけですみたいな教えてあげる、もしもこういうことしたらなんか罰金取りますみたいな、よくわかんないけどデポジット返しませんとかみたいな、無理か、なかなか難しいっすね、ほんとね、人っていろいろいるから、いるんすよそういう迷惑な人ということで、まずあれ作ろう、今日はあれ食べよう、オートミール入ってるな、 OK、 大変ですよね、ほんとね、いろいろ、下ができたかな、ピピッ、ちょっと今見てます、撮れてるかどうかビデオ、うん、撮れてる、ダウンロード完了しました。あれ？
なんだ。あ、そうか、これが GoPro の方か。間違ってた。これが GoPro に入って。だけどこのマイクロ SD とかすごいちっちゃいけど、手の大きい人とか大変ですよね。これメモリーカード、僕なんか手小さい方だけど、それでも大変、小さくてやり取りが、なんか手巨大手の人とかだと入れられない巨大手、手が巨大な人、充電しとこう。そんな気がする、そんな気がして仕方がならない。で、これは OK。 ドゥ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 、糸くず発見。ドゥ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 、ちょっと寒いな。今日はバナナも食べよう。腐る前に取っとくか。これで。なんか今日はトラクターがね、前向きに止まってるからどっちに行きそう。こういう角度なんですよ、駐車場だから、ふって早にすんのめって倒れそうな感じでも、ここの左右は平らだからいい。だけど前に行っちゃう。なかなか真っ平らなとこってないんですよ、当然だけど。必ずどっちかに傾いてますよね。まあもちろんすごい平らなとこもあるけど、稀に。なんか事件起こってないかな、ニュース。皆さん、大統領選が近づいております。だけど僕どうしても理解できないのが、今トランプさんとハリスさんっていうのがやってて、多分日本でもニュースになってると思うけど、結構その 49% 50% ですみたいな、結構このギリギリで争ってんだけど、それが信じられない。そのそんな半々ですかみたいな。常識ある人いたら半々にはなんないと思うどっちとは言わないけど、どっちとは言わないけど、そんなに差し迫りますかみたいな。まあアメリカの大統領選の仕組み上、その州の争い的な部分もあるから、もちろんそういうのもあるんですけど、でそれにしても常識があったら、どうなのかなと思いますけどね。何なんだろうと思う。だからいるんですよ、そういう。法律ですからそれ系の人たち何でも政府に出てきてやってもらわなきゃできない人たち、そういう人たちでしょ、要するに。ほんとやだ、そういう人たち。うるさい、うざい、うざい、うざい人たちいるんすよ。自重努力しない人たち、何でも政府にやってもらいたいみたいな人たち、努力しようよみたいな。人のせいにしてないで、お願いだから。そういう人いるんすよ、アメリカ。で、そうそう、だから言いたいポイントは、その選挙でその結構ギリギリで争ってるから、そうかなと思って。常識がある人が多ければギリギリ争うことなんてないと思うんだけどな。よくわかんないけどね。だけどすごいっすよね、あのトランプさんもね。その暗殺ニュースになってますよね、ニューヨークでも。ニューヨークじゃ日本でも。だって撃たれて
一歩間違えればもう当たってましたよみたいな、顔っていうか頭っていうかね。でも生還して、で僕思うけど、だからそのトランプさんの反対側の派閥の人いるでしょ、法律ですからってうるさい人たち、その人たちでしょ結局撃ってるのは。だってそういう神経の人たちがトランプさんには大統領になってほしくないから抹殺しようとしてるわけでしょ。だけど逆に言えばトランプ支持派がハリスさんを暗殺しようとしてるのはないっすよね、思いません？一度も。だから僕思うにトランプさんを支持してる人の方が常識あると思うんですよ、正直。だってもしもそのなんかね、トランプディレうん、なんだっけな、トランプ TDS とか言って、トランプなんとかシンドロームって言って、トランプさんが大統領になると世の中終わるみたいなアルマゲドンだみたいな思ってて、とにかく抹消しようって してる躍起になってる人たちがたくさんいて、でまあ別にそのトランプさんにね、その言ってることに賛成できないから反対だっていうのはいいと思うんですよ。だけどそれで抹殺しようとしてるでしょ。だけどトランプ側のサポーターの人はハリスさんを抹殺しようとしてる人は今んとこいないですよね。だから常識あると思うんですよ。いや彼らは彼らでいろいろ言ってるけど、うだうだ言ってるけど、まあっていう常識ある人たちだから、その抹殺しようとはしてないと思うんですよね。だけど向こう側の方がやっぱ狂ってますよねと僕は思うんすよ。狂ってる人たちがいる。だけどそういう人が抹殺しようとしても、向こうの派閥の人はそれをなんか悪いとも言わないね。なんかあれはトランプさんが仕組んだ、あの自作自演なんだ自作自演だとか言ってんすよ。我々はそんなことしませんみたいな、してるでしょみたいなしてるでしょ。いやあなたはしてないけど、あなたと同じ派閥の人たちの一部の人にはそういう狂った人いるんじゃないですかみたいな。本当笑っちゃいますよ、笑うしかないっていうか、そんなことで真剣になるよりもっとハッピーなこと考えてもいいんじゃないの、あなたたちとか思いますけどね。あなたたちこのキャンディデートって応援、僕本当苦手なんですよ、そういうグループ心理。理解できないというか、多分考える能力ないんだろうなと思ってね、自分で物事を自分で物事が考えられないか、それで部族に属してワイ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 やるんすよ。困ったもんすよ。そういう人たちはヨセミテナショナルパークの誰もいないところに一人ぼっちで生きてきなさいっていう、なんか宮古島とか宮古島は違うか、なんとか島みたいな、人が住んでない島に連れてって、はい、自分で一人で生きなさいって、そのぐらいやって、ショック療法が必要ですよ、そういう人たちにはね、と僕は思うんですけど、どうでしょうか。それがないからなんか甘っちょろいこと言うんすよ、うだ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 、どうでもいいじゃんみたいなどうでもよくないけど、どうでもいいことでうだうだ争ってんすよ、見てて笑っちゃう。怖いっすよね、ほんとね、人って怖いなと思います、そういうの見てると。人ってやっぱそうなんだなって。なんか僕なんかここまで生きてきて、そういうのに、そういう世界じゃないところで生きてきてるんで、見てて、うん、人ってそうなのかなって、なんかいつも感心します。トランプディレンジメントシンドロームされたな、ディレンジしちゃうんですよね。今回出発前にこのおじさんの大事な生命線箱ティッシュ買ってきました。上にも入ってるんですけど、8箱ぐらい8箱、それとは別に3箱4箱買ってきました。これが大事。
納得したライフスタイルを、おじさんが納得したライフスタイルを送るために必須なものです。で、これでこういう感じね。今日は蜂蜜、今日もかけました。BZB って書いてあります。忙しいみたいです。 BZB 蜂蜜を一生懸命集めてくれてるんじゃないでしょうか、僕のために。あー、なるほどね。お、また KTLA がなんかニュース報告してます。フューエルタンカー LA ってなんかフューエルタンカーの暮らしやたらありますよね。前もあった。気になるな、理由を聞きたいですよね。あ、隣の赤いトラックエンジンかけた。すげえ KTLA なんかね、車に乗り上げてますよ。もしかして運転手さん居眠りか、ちょっとした不注意、というか前よく見てなくて車間距離取ってなくて渋滞の列に突っ込んだとか、それ系かな。なんかこういうすごいクラッシュとか多いとみんな同じこと言うんですよね。みんなスローダウンスローダウンってね、分かってないこと言うんですよ。スローダウンじゃないんですよ、脳みそ使おうってことなんですよ。脳みそ使えばスローダウンになるときはスローダウンになるし、スローダウンじゃなくて車間距離取んなきゃならないときは取るし、スローダウンじゃないんですよ。みんな同じこと言うんですよね、分かってないなと思うんですよ。スローダウンだけじゃ治んないっす。脳みそを使わなきゃ治んないっす。あとね、僕思うけど、もうね、治んないっすよ、この世界。アメリカなんか車の免許とか簡単に取れるんで、車の、その何が危ないかとか、そういうのって、あんまり日本みたいにしっかり教えてないんすよ。だって日本なんかあんだけ厳しい、こう教えてても、それでもやっぱ変な人っているじゃないですか。そういう世界ですよ。アメリカなんかそれより簡単に免許取れて、僕なんかもサンフランで免許取った時20ドルですよ。まあ25年前ですけど、20ドル払って免許取る、それだけ。もう簡単、前行って後ろ行って、あとちょっと運転して終わり。まあもちろん法規も、あの座学はちょっとあるけど、そういうことなんですよ。だから、コストオブドゥイングビジネスってことです。みんなこうやって事故起こると騒ぐじゃないですか。こんなことこと危ない、スローダウン。でも喋んのやめた方がいいですよね。もうなくなんないから絶対に。それがおじさんの意見。もうなくなんないから、いくらニュースで言ってもスローダウンとかどうのこうのあだこうだ言っても。だから自分がディフェンシブドライブビングで自分が、ま、自分を守る以上なくなんないから。それがおじさんが世の中を見てて思うことね。脳の働き、脳の働きの悪そうな人が近づいてきたら逃げる以上。それしかないです。そう思いません？その日本で迷惑 YouTube 作ってる人とかの思考回路見てたら、そういう人が車運転してんすよ。で、その迷惑 YouTube やってない人の中でもそういう思考回路の人たくさんいるはずだから、そういう人が車運転したら何が危ないかなんか判断できないでしょね。人に迷惑かけて悪いって感じてないんだから、車運転してもそういうのを感じてないでしょ。危険察知能力もないだろうし、怪我して足の一本でももげるまで気づかないんですよ。だから僕はいつも言ってるけど、子供の頃に痛い目に遭わすってのは大切なんですよ。親父さんに殴られるとか、
人間そういうものです。人間口で言っただけで分かんない人たくさんいるんですよ、僕みたいな。だから子供の頃に原骨とかで、あ、こういうことしたら痛い目に遭う、やめよう、車の運転危ないことしたら危ないことになる、やめよう、痛いことが起こる、やめようっていうのが教育。それをしてないからこういうのがどんどん起こる、なくなんない。だからなくなることにも期待してないです、僕は。そういうもんです、うん、ちょっと食べます、すいません皆さん、後ほど